その儀川は、長崎県、佐賀県境の大野原から流れ出し、大村湾へ注ぐに急河川である。流域は、長崎県東園ぎ町に属し、南の千和田川と共に、火山性の大地を大きく削り取った渓谷を、形成する。千和田川よりは、平野部が広く、流域には、農業集落が点在する。長崎県東のぎ町と佐賀県嬉野市の境を、那須大地。 大野原の北西部を水源とする。大野原は森林と原野が広がる標高350から550メートル程度のなだらかな大地で陸上自衛隊大野原演習場、茶畑、棚田などに利用されている。また、ここにはため池の中山池、太市の原地、平山地がある。本流は佐賀県境に近接した中山池に一旦溜まり、北西へ流れ出す。 大野原の北西部から数本の川が北へ流れ落ちて合流するが、この際に大地の縁に深い V 時刻を刻む。大地を流れ落ちた水は谷底から西へ流れる。本流に沿った坂本郷や菅蓋号には谷底平野があり、川沿いに棚田や段々畑が広がる。法温寺橋で北の国像山から流れてくる川内川が合流し、合流後は、 戦場地の中を南西へ流れる。戦場地には田畑が広がり、川口両岸に枯れ木根の町並みと港がある。川は田畑と住宅地の中を流れて大村湾へ注ぐ。下流域の枯れ木根は久ご塚古墳をはじめとした古墳群がある。江戸期には長崎街道の宿場、枯れ木根宿として、都議津港や平戸方面など各方面への船便もあり。 古芸の拠点にもなるなど古くから栄えてきた。ただし、そのガ川の洪水にはたびたび悩まされており、大村豪村期にはすぐに氾濫するので往来する、人々が難重する、胸の記述がある。川の各所に石や砂防ダムが作られている。また川の下流には、飛び石も残っている。ありがとうございます。